あとこの辺でのオホーツク文化の時には何点が出てるんですね。遺跡としては2か所ですかね。おむさらし遺跡というところと境遺跡というところ。形もやっぱりもうかなり違ってきてますよね。そうですね、ちょっと途中がこうえぐれてて、はい、他のところは割と、はい、ね、ストンと落ちてる、ストンとしてますけど、こうちょっとくぼみがあって、うん、そういった滑り止めに、細い粘土の紐を貼り付けているみたいな、そういうのが、はい、表面上といいますか、そういうのが主なんですね。ですから縄文時代ですと縄目ですし、薩摩時代ですと櫛目といいますか、こういうふうに火で引っかいたようなそういうものなんです。さっき言われてたあの縄目っていうのはあれですね。そうです、これなんか特によく出てますけどね、表面があると幌町とか、それから網走の最寄り会館なんかも作るのか、あと目なし泊まりですね、久しぶり、はい、そういうところなんかで、まあ、今も発掘を続けています。